浜のバラエティチャンネル。なぜか二度もマイクラ公式イベントに出てしまった僕、仕事を締め切りに間に合わせるのが苦手な僕ではあるが、なんとか締め切り前に黄金クリーパーを完成させ、動画内容に対する賞賛と、サムネに対する酷評とともに、無事イベントを終えることができたのであった。まあ確かに普段の僕の視聴者ならこういうサムネはあまり好まんわな。でもこれには普通の投稿者に擬態して普段僕の動画を見ない人に近づこうという思惑がありましてね。ここからだとうっすらと見えますな。夏になったらめちゃくちゃ暑くなりそう。触ったらやけどしそうだな。てかここからじゃ金っぽさが見えないな。黄色のコンクリと変わらないというか、なんかおもちゃっぽい。トイザラスの上の棚に置いてありそう。ここまで近づくとやっと金ブロックだとわかるな。てかこの白いピラミッド的なのなんなの？駅になる予定。ここから線路設置していくつもり。これが駅ねえ。ズミナハ村に石屋を作ったから、クォーツブロックが手に入りやすくなった。近いうちに建築の続きができるだろう。ここまではネザーで集めたネザークォーツで作ったというわけね。夕日と黄金クリーパー。これはインスタ映えするか？さあね。まあなんつうか、別にそこまで印象に残らない光景だな。やっぱ近づいてみないと迫力ないな。そもそもクリーパーには迫力がないから、大きくしてもクリーパーはいつものクリーパーって感じよね。謎の可愛さがあって、大きくしても迫力より可愛さが勝ってしまうな。もしかしたらそれもまたクリーパーが、愛されるキャラである理由かもしれんな。黄金のクリーパーを作るって題名にしておきながら、動画に登場した時間がクソ短かったから、改めてここで披露でございます。ちなみになぜ下にある台には乗らず浮遊しているかというと、くっつけちゃうと足の裏の金ブロックが見えなくなっちゃうからです。なんとも言えない理由だな。でも実際浮いている方が全体を観察しやすいよ。この砂岩の台も作るのに苦労したよ。トラップに比べたらこんなの簡単でしょ。それがねえ。クリーパー作るので疲れてしまったせいか、めっちゃ置きミスが多くて手間取った。何回やっても左右非対称になってしまうのよね。ちゃんと頭を休めないと。寝て頭を休めてから再開したら普通に作れた。眩しい。過剰すぎる湧き潰しである。こう見ると金塊が大量に入ったマスみたいだな。ということで以上、黄金クリーパーでした。せっかくだから黄金のクリーパー像ごっこでもやってみないかい？なんじゃそりゃ。多分爆発的に美しくなれるかと。とりあえずまず服脱いでもらって。何がとりあえずなのよ。クリーパーは服着てないでしょ。でこの金あげるから金粉作って体に塗って。なんでもうやる前提で話してるのよ。さっきの砂岩の台のミニチュア版を作るぞ。砂岩の階段を置きましたら、真ん中にはグローストーンの代わりに黄色のガラス。ほれ、台はできた。あとは黄身が金色になるだけだ。やらないってば。何でもかんでも嫌がってばかりじゃ。人生も視野も小さく狭くなっていく一方だぞ。こんなことでお説教されたくないよ。ちなみに僕はグローストーンごっこをやります。これからも輝く人生を送るためにね。黄身のことも照らして差し上げましょう。さあカモン、ガラスは踏まないよう両足を砂岩の上に。公式企画で関与したものでいやらしいことはダメ。じゃあ公式じゃなければいいんだね。そうじゃなくてもダメ。ちょっとくらいいいじゃないか。てか公式企画ってことで本編動画は、我が紳士ジョークを完全封印したんだぞ。でも他の人の動画見たらちょくちょく下ネタ出てるんよ。おまけ動画くらい少しピンク色でもいいじゃないか。ってことでクリーパーごっこやろう。やりません。それはともかく、なんか臭くない？この部屋。そや腐った肉だらけだからな。こんなに集めてどうすんのよ。捨てなさいよ。ただ捨てるのももったいないしな。さてと、シュルカーボックスに入れて、村まで持って行って売りましょうかね。お肉の訪問販売でございます。お肉の訪問販売でございます。お肉の訪問販売でございます。買う買う、私も買うね。こっちにも売ってくれ。大人気店じゃん。ケバブ屋より儲かりそうだな。でも臭いよ。
よ。後で生け花でもやって香りを良くするかね。今のあんたはアルクラフレシアだよ。儲かった儲かった。これでまた建築の材料が買える。もっとゾンビ肉保存できるよう地下室改造するかね。衛生的に悪いってば。